前の章では従来燃料、SAF、旧世代燃料、マイルド SAF など特性がよく現れた事例を通してパレート最適という数学的な考え方を学びました。その時対象にした要素は運行コストと CO2 排出量でした。この章では実際に飛行機ワークショップ2021に参加したお友達の回答をもとにした考察をします。 Excel シミュレーターでは路線を設定するごとに燃料と機材を指定し、それにより運行コストや CO2 排出量が変化するため、前章での考察よりもさらに複雑になります。実際はですね、従来燃料を使うか SAF を使うかというだけではなくて、大型機を使いますか小型機を使いますかみたいなところも、やっていたかと思います。それでですね、最大で30便飛ばすこともできましたね。ちなみに大型機で14便飛ばした時が運行コストが、CO2 排出量も1になるっていう基準だったわけです。大型機14便ということは座席数が2800席ということですね。ということでですね、何機使ってもいいよ、最大30機使ってもいいよ、で SAF 使っても従来燃料使ってもさ、大型も使ってもさ、小型使ってもさ、何使ってもいいからさ、座席数が2800席になる全パターン列挙してよっていうのをコンピューターにやらせました。これそんな難しくない。でその時のさ、運行コストと CO2 排出量全部ここにプロットしてくれるかなっていうプログラムをちょちょっと書いてやってみたのがこちらなんですね。さっきは4案だったけど、今回はものすごい案があるわけですね。さあ、この中のパレート最適ってどこですかって言いますと、ここですね。左下に他の点がないっていうところが重要なんだっていうのは先ほどから変わりませんから、この総座席数2800席のパレート最適集合というのはこの直線で与えられる。やっぱり総座席数2800席を与えるときにこれがベストですっていう一つの案なんてないよっていうのがちゃんとここに示されているわけです。いいですか。これが唯一の答えなんてないっていうのは、実は社会を決めるときにはすごく大切な考え方なわけです。たくさんの案があって、その案全部にいいとこと悪いところがあるから、この案をたくさんみんな列挙していろいろと比較検討していこうよという、これがまさに社会のバランスを取る醍醐味なんですね。皆さんはどんな点を選んでいたかというと、実際にはパレート最適集合もっともっとたくさんあります。ここは2800席のパレート最適集合ですけれども、座席数を増やすという選択肢もありましたし、座席数を減らすという選択肢もあったんです。そしてこのパレート最適集合上で皆さん、これ実際に皆さんの集まったデータを全部本当にプロットしたものです。こんな風に皆さんは散らばっていました。でもちゃんと皆さんパレート最適の上にいるから、みんなちゃんと社会のベストな解を提示してくれてた、ありがとうございますというのがこの数学式からわかるわけです。ちなみにですね、こういう課題を出すと当然、まあ今ぐらいの運行コスト使っても送られないんじゃないっていうふうになんとなく考えるわけですね。ということで皆さんも当然この右側にどうしても点は寄りがちなんです。でも地球環境に優しいっていうふうに言われてたから CO2 は排出したくないよなってつい考えがちになるから、どうしても右下の点が多くなるっていうのは、これはやはり皆さんのなんとなく深層心理を表しているというふうに私は思ってます。でもね、これ見て、おすげえと思いました。中学生の方がね、なんかもっと露骨でしたよ。これちなみに中学生クラスでの結果なんですけど、一人も 100% 以上実は出した子いなかったんですね。どっちがいいのか分かんないですけれどもね。いろいろな最適解の集合を眺めているだけでも社会のバランスを取ることの難しさを実感できますね。